ビリアルの遺構、ビリアルは10から13世紀に存在した、ボルガブルガールの都市である。10世紀のアラブ人旅行家、イブンファドラーンの記録によると、ビリアルは922年に、ブルガールの超アルムシによって建設された。考古学的検知からも、ビリアル城址の最初期は10世紀に遡る。ビリアルは、西坂見えの中心に位置した。現行政区では、 タタールスタン共和国のアレクセイフスコエ地区ビリアルスク村にあたる。ルーシの年代記では1164年以降にビリアルに関する記述が見られる。年代記中では大いなる上司とも呼称された。その人口は10万人を超え、ビリアルの名はその人口に由来する。13世紀にはボルガブルガールの首都となった。 ルーシの年代記上の最後の言及は1236年であり、この年、ビリアルは、モンゴルのボルガブルガール信仰に再始破壊された。その後、かつての遺構を取り戻すことはなかった。ビリアルの遺構は8キロ平方メートルに及び、他のいくつかの上司と共に、ビリアル歴史、広古、自然保護博物館に、管理されている。A.B. リバース、A.B. 中沢ツオラ。 一般地位年代記翻訳と注釈、キエフ年代記修正富山大学人文学部記用第68号2018年 P184 税税198993リバースありがとうございます。